こんにちは、背番号16番、ゴールキーパーの佐久間浩一です。今日は、自宅でできる、ちょっとしたキーパートレーニングを、紹介していきたいと思います。今回は、ボールのキャッチングについて、ご紹介します。で、注意していただきたいポイントが、2つあります。1つは、手の形です。自分の顔から見たときに、この手の形が、よくダブルシェイク、この W の字になるように、手の配置を僕は心がけています。で、その時に、ここの手のひらとボールの間のところが少し空いてて、指のこの腹のところがボールにタッチしてる方がよりいいと思います。で、二つ目は、ここのキャッチした時の肘の角度です。こういう風に突っ張りすぎてキャッチしちゃったり、この辺でキャッチしたりっていうのは、良くないです。で、突っ張りすぎちゃうとボールに壁になっちゃうんで弾いちゃうし、この辺になっちゃうと窮屈になりすぎてこの脇が開いちゃいます。で、脇が開くとボールをキャッチした時にこういう風に下にファンブルしちゃう可能性があるので、肘は突っ張りすぎず、なおかつこうならない、ちょうど90度いくかいかないかぐらいですね、このところを意識してキャッチすることを僕は心がけています。カット。じゃあさっき紹介した2つのことを意識してやっていただきたいことを教えます。自宅にボールがあれば、自分で横になって仰向けになった状態でボールを真上に上げます。で、美味しくたボールをキャッチするっていうシンプルなトレーニングなんですが、この時にさっき言った手の形や肘の形を注意してください。で、少しずつ慣れてきたら、ちょっと自分でボールを上の方にやったり、わざと下の方にやったり、横にやったりっていう風に、ボールを動かして、自分の手も動かして、その時に手の形がずれないように、ぜひやってみてください。意外に自分の上に上げるのも難しいので、これもトレーニングになると思います。カット！カットです。次に、キーパーでやっぱ大切な、反射神経や動体視力を、鍛えるトレーニング、普段僕やってるのを少しご紹介したいです。で、今日は家の中でできるということなので、皆さんが持っていると思うペットボトルのキャップを使って、これでトレーニングしていきたいと思います。で、方法としては、できれば2人組でやっていただきたいんですけど、座った後に後ろの人からキャップを目の前に落とします。で、落とした時に手でキャッチするか触れるかっていう、ここの落ちる時のそのキャッチできるかどうかっていう反応の練習になるので、ぜひやってみてください。では実際にやっていきたいと思います。はい、大人の事情ってやつだね。じゃあ実際にやっていきたいと思います。よし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 、今6球投げて、一応かすめたのも含めたら4つ触れたので、ぜひみんなも自分を超えれるように4つ以上パーフェクトを目指して頑張ってみてください。よし。外で大声を出したり、思いっきり外で遊んだりっていうできないこの時期が続きますが、今日ご紹介した自宅でできるトレーニングや、狭いスペースでできるトレーニングと、今こういった時期だからこそできることがいっぱいあるかと思います。こういった小さな積み重ねが、やってる人とやってない人では大きな差につながると思うので、今こういう時期だからこそ、みんなができることを精一杯頑張ってこの時期を乗り越えていきましょう。